首をこのようにね回旋していくんですけれども、親指がですねこのように出てるとですね顎にですね指がぶつかってしまいますので、必ずこのようにしまうような感じで行ってください。強く押してしまうとですね喉のこの骨ですね、ここにですね痛みを伴いますので気をつけてください。はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回はトフデコルテ編ということでお伝えしていきたいと思います。このデコルテのトフですね、これね非常にね繊細な部分があって、うまい下手がねすごくね分かりやすい部分ですから、注意点も含めてご案内してますし、今回はですねそのトフ2種類ご紹介してますので、ぜひね最初から最後まで見ていただきたいなと思います。はい、この動画ではですねエステ王子のエステテクニックだけではなくて、サロン経営、例えばカウンセリングのノウハウ、それからリピーター作りのノウハウなどね、たくさんの動画アップしておりますので、ぜひねエステシャン、セラピストの方、そしてこれからエステを開業したいっていう風にね思っている方に見ていただきたいなという風に思いますので、よろしくお願いいたします。それではデコルテの塗布を行っていきたいと思うんですが、ポイントはですね顔よりもやはり面積が広いですので、使うクリームの量、これが少し多くなります。でこれはですねクリームの伸び、オイルなんか何を使うかによってですね多少量が変わってきますので、ぜひねその辺は微調整をお願いいたします。はい、ではですね首からクリームを置いていきます。はい、こんな感じ。はい、そして胸元っていう感じで全体的に置いていきます。そして手のひらで全体でなじませていきます。で首から入っていくんですが、はい、このポーズ、この時に首をこのようにね回旋していくんですけれども、親指がですねこのように出てるとですね顎にですね指がぶつかってしまいますので、必ずこのようにしまうような感じで行ってください。はい、こんな感じですね。首全体を行います。そのまま、はい、胸元までいきます。はい、横にしっかり広げるような感じで行っていきます。そして、はい、で肩と腕ですね、すべて密着をさせます。はい、こんな感じにならないようにしてください。しっかり密着ですね。でそのまま、はい、肩を包んで首まで来ます。でこの時にですねもう胸と腕である程度手のひらにあるですねクリームがなくなってしまいますので、この裏がですね少しクリームが足りない状態になると思いますので、はい、胸元から肩を通って首、これをですね繰り返していきます。はい、そしたら全体的にクリームがつけ終わります。ではもう一度行ってみたいと思います。はい、首から入っていきますね。このように優しくですね強く押してしまうとですね喉のこの骨ですね、ここにですね痛みを伴いますので気をつけてください。あくまでも優しくですね、優しく置いて、はい、密着を忘れないと。そのまま胸元に行って、これも手のひら全体をしっかり密着させると。はい、そして肩、密着をしっかり忘れないようにして行います。そして肩を通って抜けます。そしてクリームを全体にまんべんなく、はい、塗布していきます。それではもう一つ、塗布のやり方をお伝えしていきたいと思います。少しですね、凝ったような塗布になりますので、何回か練習していただく必要はあると思いますので、よく見ておいていただき
よく見ていただきたいと思います。はい、まあ、量はですね、先ほどと同じぐらい取って全体的に手になじませます。はい、こちらから入っていって、反対側、はい、こんな感じで、はい、少しですね、こうプロっぽさが先ほどよりも出るんじゃないかなと思います、はい、これを数回繰り返したらですね、片方だけ行って反対側に入っていきます。はい、こんな感じで行っていきます。はい、そしたら首元までやってませんので首元に行きます。そしてもう一度胸を行って肩を包んで、はい、ここね、先ほどと同じような感じになりますが、はいはい、こんな感じになります。でポイントはですね、はい、左右の手同時にこう入っていったりするんですけれども、これのリズムですね、ここ抜けるときに、はい、しっかりリズムを取りながら行っていきます。はい、こんな感じですね。そしたら片方の手を残しておいて片方だけ行って、肩まで来たら反対の手がまた胸元から入っていくと、はい、少しですねこれ繰り返して練習していただかないとリズムの取り方が難しいかなというふうに思いますので、はい、練習していただきたいと思います。ここですね、胸元に入って、はい、肩を全部包んで、はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はトフデコルテ編ということでお伝えしてきました、2種類ねお伝えしてきたと思いますけれども、ぜひね皆さんの好きな方をねやっていただきたいなと思います。少しねこうタッチ密着感とかねすごくね重要な部分があると思いますので、繰り返しね練習していただいて、お客様にね実践でやっていただきたいなというふうに思います。はい、ということで、今回の動画、ね、少しためになったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。
それからですね、この動画に対する感想、そして質問などありましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。そしてこれからね、もっと皆さんにとって有意義な動画をね、アップしていきたいというふうに思いますので、ぜひお見逃しないようにチャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。